このぐらい作ったら、フィンダーフェザーって言ったら、メタルになって火がつきやすいよ。そういう時って、今この状態でフェザー作るっていうのは、要するにすごい力がかかるところで、こう力をかかりかけやすいように、こういうグリップでガッシリ入れやすいようにか、感じる。ちょっと繊細な薄いものを作ってて、この潮流のところにも人差し指をちょっと置いて、細かいストロークを入れて、ちょっとなんかフェザーの感じがね、最初のツンドリングよりちょっとYeah.